博物館に展示されているゼティゲン国立民族楽器博物館はカザフスタンのアルマトイにある民族楽器に関する博物館である。正式名称には19世紀のコブズソーシャーフラスの名が関されている。国立民族楽器博物館は1980年に設立された。国立民族楽器博物館は1908年にアンドレー・ゼンコフにより建設された。 木造建築物の中に位置しており、この建物は釘が一切使用されていない建築物である。また、この建物は1911年にアルマトイを襲った地震後も残っている数少ない建物の一つであり、博物館になる以前は軍人による会議が行われる場所として利用されていた。国立民族楽器博物館はドンブラ、コブズ、ダングラ、ケプシク、 スレデルマクなどカザフスタンの各地方の民族楽器を展示しているほか、独立国家共同体やウィングル人、ドンガン人などの周辺地域の民族が使用する民族楽器、その他世界中の国の楽器を展示している。開館時間は午前9時から午後7時まで、休館日は月曜日となっている。アルマトイの中心地域にあり、アルマトイ駅からはタクシーで約5分。すぐそばには、 商店大聖堂や軍事史博物館がある。隣接する土地には2013年まで在アルマトイ日本国出張駐在館事務所が存在していたが、2014年1月1日よりアスタナにある大使館との業務統合に伴い閉鎖になっている。ありがとうございます。